無尺灰骨は豚の骨付きバラ肉を甘辛く煮た中華料理である。本来は無尺ビシを灰と呼ばれる甘辛い味が特徴の無尺料理の代表である。新朝の高所邸が皇帝だった時、中国のチャンス商無尺は商工業の急速な発展を遂げた。それに伴い多くの肉屋が腕の良い調理師を雇い、様々な看板を挙げて商売を競った。 店が競うことにより、無釈で売られる、肉製品の品質が高まった。その後無尺肺骨は、無釈の名産品として、有名になった。日本では黒酢を使った料理と思われがちだが、無尺肺骨は、肉の種類や品質、調理方法に重点が置かれた料理で、酢は好みによって使われたり使われなかったりする。材料、豚の骨付きバラ肉 500g。 中国の醤油大さじ6、湯、薄く切った、生姜3枚、香酒、大さじ2、氷砂糖大さじ3、八角1かけ、経費1かけ、塩小さじ2分の1。骨付き肉を2本で1つとし、半分に切る。醤油に20分つけた後、油で、色がつくまで油で揚げる。別の鍋で生姜を炒め、その上に肉をつけた醤油、酒、氷砂糖、塩、八角。 経費、水にカップを加える。さらに揚げた肉を加え、中火で水分がなくなるまで煮る。このほか、調味料に、ケチャップやチンコーコースを加えることもある。また、酒は、紹興酒を使うこともある。彩りのため、茹でたチンゲン菜やきゅうりの漬物等を添えることがある。ありがとうございます。